ねえ。今ですね、熊本の毎年あの民工芸品展というのを行っているんですが、今日はですね、ステンドグラスとそしてトンボ玉の作品展を、やってまして、くまモンが応援に来てくれました。ありがとうございます。で、作品を、ゆっくり後ほどご覧いただきたいと思いますけれども、今日はですね、ステンドグラス作家の松永先生に来ていただいてます。秋永先生に、ごめんなさい、秋永先生に来ていただいてますので、実際に、ね、ちょっと実演をしていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとだけ秋永先生のご紹介をさせていただきます。1986年に熊本ステンドグラス教室で約30年に渡りまして、今いろんな日展の入選をされてまして、今ちょうど、東京の、第4回日展というところでこの作品をですね、展示されております。賞を取られて賞と思いますぜひ皆さん東京に行く際にはご覧ください。